おはようございます。10月13日金曜日、今日から確か1週間ぐらい雨天気予報で、今日ももう雨降ってますね。でここは、県立三池公園とありますけど、桜名所の公園ですね。3つの池があるから三池と言いそうですけど、まあここだけでいいな。桜が立派なのがありそうですかね。こんな感じですね。はい、ここが川崎大師。この参道のこの通りが音百選になってるんですね。正面か、まだ9時前か、だから今から店が開くとこですね。本当はここすごい人がぺちゃくちゃ喋りながら通るんでしょうね。で、音百選です。金剛山とか言って立派な日本門ですね。農産とどうも違いますね。次は何だ、 1,2,3,4,50 のとこか。あれ、平和と書いてありますね。これも仏さんなのかな。なかなかユニークな仏さんで、女の仏さんか。でこちらが金ぴらかな五重塔ですね。ここはだるまさんが有名なのかな。だるまさんの店でいっぱいありますね。これはお菓子屋さんか。はい、これが川崎マリエン。ここの展望から京浜工業地帯が見えるということでやってきましたけど、まあこの日じゃあんまり見えんな。せっかく来たから行ってみるか。そうしよう。はい、無料で10回展望台上がれるみたいですね。上がれます。あら、来てよかった。無料だ。なかなかの眺めですね。これは川崎港か、こちらが、こちらが多分だから京浜工業地帯。これがね、平成百景なんですよね。なかなかすごいね、いいですね。ちょっと雨が残念だけど、まあ、あちらが京浜工業地帯なんでしょうね。ちょっと一回待ってみますか。東京タワー、六本木です。東京タワーがどこに見えるのかな。あっちの奥の方に見えるのかな、きっと。
違うかな、違うか雨粒があるからいかんですね。あ、こちらが少ないか、雨粒。ここから写真撮ってたろうか。ここから正面にスカイツリーが見えるはずなんだけど、雨粒は雲の中ですね。あの棒の横にあるはずなんで、いいですね。残念。乗ってもいいのかな。あ、いいのか。なんか恐ろしいって乗ってもだろ。ジャパーポチヒンよな。まあこんなもんか。こんなもんですね。よかったですね。こちらが横浜方面ですね。こちらが、まあ、雲の中だな、でも雲っていうのか。こちらがランドマーク、昨日行ったとこですね。よし、こんなとこですね。県立の東高根森林公園、都市公園なんですね。森林公園だけど、これは古墳があるみたいですね。古墳芝生広場。まあそう、そう、汚い猫がいますね。しかしあんまり都市公園という感じがせんですね。大きな、森の中の公園という感じか。まあいいか、ね、広場だけの公園ですね。はい、なんかこのようわからないところにあったんですけど、住宅地のすぐ横にある道法川公園、野鳥が音百選です。聞こえましたね、百選の野鳥の声です。音です、鳴き声ですね。こんな住宅地のすぐ横に、ここが相模原の棚っていうところですけど、ここが村景観で、何だったかな、石積みの用水路、その用水路を流れる、清流を流れる鯉等々の村景観になってますけど、とんでもないところですね。地名はここです、棚。向こうが棚小学校っていうのは、どれだね、あれだな、きっとあるんですけどねまあなんてことない、村景観、用水路がないもんね。はい、こんなとこでした。こうなんか天狗画と書いてあります。実は藤野の雑木林というのがあって、そこが森林浴百選になってるんですけど、まあ地名ここは藤野なんですけど、どこが雑木林あるかわからんですから、ここでよしにします。もう雨ですから車にから降りないほんで終わりです。はい、これで神奈川県予定通り全て、終了です。当初は明日から山梨も回る予定でしたけど、もう気力失せましたね。それと数日、まだ雨が続くということで、これで今回の百選巡り終わりです。今日はまあどっかでっていうのか、諏訪のサービスエリア行こうと思っています。そこで風呂があるから、そこで泊まって明日帰ると。はい、まあよく走って疲れました、今回も。でもしっかり回れて、よかったですね。はい、終わり。